2024年、9月16日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。昨日15日、常広隼人君、カープ、初登板、初先発、初勝利と、素晴らしい結果をね、残しました。今年はですね、常広君、まあ、学業のね、単位の方がちょっと足りなくて、少しね、バタバタしたということもで出遅れたということはありますけれどもね、とうとうね、ここへ来て、大仕事をやってのでました。まさにね、連敗を止める大仕事ですよ。もうチームは6連敗。ね、今日負けたらね、もう、B クラスでね、落ちるんじゃないかというね。まあ、落ちないか、うん。落ちないけれどもね、ゲーム差なしにね、ベイスターズに迫られるんじゃないかというね、この試合で、常広くんがね、打倒して、ベイスターズを打倒して、1ゲーム差から2ゲーム差に突き放す。そしてね、首位ジャイアンツに4ゲーム差。そして2位タイガースに2ゲーム差にね、ぴったりくっつくと、ね、いうことですよね。なかなかね、阪神、巨人両方倒すっていうのはなかなかね、難しいにしようですよ、うん。まあ、ジャイアンツがもし落ちてきてもね、場合にはタイガースがおそらくね、優勝ということになるでしょう。おそらく確率的に。それでもね、カープもね、ついでにジャイアンツを抜かして、で、地元松田でね、クライマックスシリーズという可能性もね、またね、わずかながら見えてきたと思います。はい。まずはね、やっぱりその、若手でね、勝って、それでね、クライマックスシリーズとね。あと残りのシーズンでね、じゃあ、若手のね、じゃあ、いいバッターが、ね、出てきたらね、来年にも繋がっていきますしね。まあ、ピッチャーでまずね、常広くんが出てきた。今度はバッターでね、誰か出てきてほしいですね。やっぱりね、バッターがね、いいのがいないと、やっぱなかなかね、勝てませんから、ね。まあ、昨日はね、打線もね、奮起してきました。まあ、このね、11試合か、1勝10敗だった期間中はね、特にね、もうひどすぎましたからね。1点とかよりね、何点とかそんなのしか取れなかったから、ね。まあ、これからはね、やっぱり、相手のピッチャーも使えてきます。ジャイアンツもね、スクランブル体制でこの9月やってきましたから、かなりね、ピッチャーも、ね、消耗してると思います。ジャイアンツあたりも。その後ね、3点、4点とね、菅野も、昨日もね、結構バテてましたね、あれね。菅野、かなりヒット打たれてましたからね。まあ、あれ、詰めの甘いね、ドラゴンズ打線だからね、3点で済んだんでね、タイガースとかベイスターズ相手5、6点取られてます。やっぱり菅野もへばってきてるし、これジャイアンツもね、決して、ね強い相手ではないんで、あまりにもね、この間の3連戦でのカープが悪すぎただけですから、ぜひね、この、諦めずに、最後まで、ね、カープ頑張ってほしいと思います。40年代、東京の、ね、カープファンでしたけど、私はね、広陵高校、被爆者の担任の先生に、東京のね、小学校で、平和とカープ叩き込まれた、私佐藤俊一。最後はね、カープ、今シーズンも応援してまいります。広島瀬戸内新聞、そして、佐藤修一、最後まで応援してまいります。それでは皆さん、最後までご視聴、ご清聴ありがとうございます。